はい、皆さんこんにちは。今回の動画はですね、イカカモネ議長を倒した後の物語になります。前回ね、イカカモネ議長を倒したら、いきなりエンディングロールが流れちゃったんですよね。妖怪ウォッチも終わりなのかと思っちゃいましたけど、まだ続きがあるようですね。まあでもね、クリア時間が21時間だから、他のロールプレイとかでもまあいいとこなんですけどね。ドラゴンクエスト5を任天堂 DS でやった時は確かクリア時間が25時間ぐらいだったと思うんですよ。あとドラゴンクエスト9もだいたいクリア時間はそんなもんですね、20時間ちょっと。だからもう妖怪ウォッチやっても21時間ぐらい経ってるんで、まあエンディング迎えても全然おかしくはないんですけど、まあいいや、とにかく物語はまだ続きます。じゃあ早速実況やっていきましょう。マオくんが妖怪と人間の中を取り持ってくれたおかげで戻ってこられましたが、妖怪エレベーターが再び開かれるまで私たちはかなりの時間を要しました。それなのに人間界ではまだ夏休みが続いています。長い、夏休みが長すぎる。実は心当たりがあるのです。私たちが人間界に戻るまでの間にはかなりのいざこざがありました。そのいざこざのどさくさで、あの地の封印が解けてしまったに違いありません。その名も無限地獄。妖魔界のどこかにあると言われていますが、どこにあるかは誰も知らない未知の場所。そこに封じられた妖怪が目覚めると世の秩序が乱れると言います。妖怪マル秘情報によると、どこかの金持ちが情報を持っているらしいです。どこかの金持ちの方がですね、無限地獄の情報を持っているっていうことなんですけど、私この金持ち心当たりあります。行ったことありますよ。そよ風ヒルズの、斜め右上に一軒家があるんですよ。和風の作りの豪華な屋敷が、そこですね、きっと。無限地獄の情報を知ってる金持ちというのは、この屋敷がウィスパーの言ってた金持ちの家ですね、きっと。この家の奥の方にもう一人男性がいるんですよ。その人にちょっと話をしてみます。この人、だんだん坂の西か。でも、なんかトンネルとか見たことないんだけどな。よし、行きましょう。目指すは段々坂です。すごく喋りにくいですけど、段々坂ね。
さてさて、ここら辺だと思う。ここか？なんか小屋があるって言ってたよね。ここじゃないな。違うな。あ、ここからなんか行ける。あ、ここだ。トンネルって言ってたから。長いな、このトンネル。うおー、なんかすごい綺麗な景色に出た。あ、これが行ってた小屋か。この先は何もないね。なんか珍しい魚でも。船だ、普通だ。ここ関係ない。小屋に行こう。ここが無限地獄の入り口らしい。地獄でしょ？行っちゃっていいのかな？あ、階段がある。ここか、無限地獄って。セーブポイントがあるということは、ここやばい場所ってことなんだよ。きっと。もうね、イカカモネ議長と戦って自分がいかに弱いかってことも、もう思い知らされてるから、ちょっとこんなとこ来ちゃっていいのかなと思ってる。なんか面白いじゃん。あ、なんでこんな弱い妖怪がいるの？こんな弱い妖怪と戦いた、ん？なんか違うな。お、なんか強いぞ、こいつ。やばいやばい、なんか知んないけど強いこいつだ。ちょっと真面目にやんないとやられる。さて、ジバニャンをトゲニャンにしたのをちょっと後悔してます。チクチク肉球。どうせ合成するならね、ワルニャンにすればよかったと思う。でもね、もう、手遅れだよね。多分もう、ジバニャンに戻すことはできないと思うから。で、ていうか、こいつらタフだな、おい。ん？経験値結構もらえる。なんかよくわかんないけど、弱いはずの妖怪がすごい強いし、さすが無限地獄だね。コマさんもいる。青コインを手に入れた。やばい、トギニャンがやばい、もう。アニメの妖怪ウォッチで出てくる妖怪がいますね。この人面犬はアニメの方でよく出てますよね。もちろんコマさんも出てるし、一番右のやつはよくわかんないね。無限地獄、この先どうなってんすかね。さあ、どんどん進んでいこう。
ー